はいどうも、白崎です。今回の動画は今週やるべきこと、そして2月の16日木曜日に撮影しているんですけれども、お知らせの方に更新情報が来たので、それについて今回の動画で話していこうかなと思います。良ければ最後まで動画を見ていただきまして、チャンネル登録と高評価していただけるとかなり嬉しいです。ということでやっていきましょう。お知らせの方になりまして、2月の16日に更新情報が3つ来ていまして、上からね、順番に見ていこうかなと思います。予告、2022年ファイナルミキサー3月15日木曜の15時より開催されます。一応、去年のね、情報も話しておきたいんですけれども、去年は2月の初旬にファイナルミキサーのね、予告が来まして、2月の28日に開催されました。今年は2月の16日に予告がありまして、開催されるのは3月の15日木曜日の15時から開催されます。こちらにいろんなね、情報が書かれていまして、3種類のね、2022ファイナルミキサーが3月15日から開催。で、ミキサーの種類としては、ランダムミキサー、ポジションミキサー、チームミキサー、この3種類がありまして、詳しく解説した動画は、前回ね、投稿したので、見ていない方は、この動画見終わった後、概要欄のリンクから飛んでもらえればなと思います。簡単にファイナルミキサーの特徴について話していきたいんですけれども、選手レベルがマックスの S ランク選手のみ投入することができます。普通のミキサーはレベル1でも投入することができるんですけれども、条件があるということは必ず覚えておいてください。で、全部でね、5回ミキサーをすることができるという、回数制限もあります。で、このミキサーでは、限界突破の回数、特訓レベル、特殊能力の取得レベルは、投入した選手の状態が引き継がれます。例えば、極みの選手を投入すれば、極みの選手、2022年シリーズ2の極みの選手が帰ってくる、そういったね、ミキサーになっています。限界突破、特訓、特殊能力は引き継がれるんですけれども、称号、特殊、スピリッツ解放での上昇値、そういったものは引き継がれません。で、帰ってくる選手はレベル1になって帰ってきます。こういったイベントが3月15日に開催されまして、あともう一つね、重要事項があります。それが、覚醒の選手もレベルマックスにすれば、投入することができる。通常のノーマルミキサーは3名。自チーム確定ミキサーは5名なんですけれども、今回このファイナルミキサーは覚醒の選手1名で2022年シリーズ2の選手を獲得することができる、そういった特徴も持っています。で、その覚醒の選手でね、やってほしいことがあるので、後半戦ね、それについての説明もしていこうかなと思います。続いて話していく内容が、最強決定戦の新レギュレーション、セパタックリーグが追加、そういったお知らせも来ています。最強決定戦3月に、純正最強決定戦がありまして、エントリー期間としては3月の16日から3月の26日、で試合期間は20日から27日月曜日の2時59分まで開催されるんですけれども、今回からセパタックリーグ、そういったね、レギュレーションが追加されました。セパタックリーグについての詳細、こちらに書かれているんですけれども、セリーグ1球団、パリーグ1球団の選手からチームを構成する新レギュレーションで、例が書かれていまして、オリックスの選手23名、ヤクルトの選手1名、こういったオーダーであれば参加することができます。で、オリックスの選手12名、ソフトバンクの選手12名、これは、パリーグ染めになっているので参加できません。で、一番下、オリックスの選手8名、ソフトバンクの選手8名、ヤクルトの選手8名、こういったオーダー構成でも参加することはできません。セリーグの1球団、パリーグの1球団、それを組み合わせたものであれば参加することができます。もう一つ例を話すと、オリックスの選手12名、ヤクルトの選手12名、これはパリーグ1球団、セリーグ1球団という構成になっているので、そういったオーダーであれば参加することができます。こういったレギュレーションが追加されますよという情報が16日に来ていました。もう一つ、全国大会も新レギュレーションが追加されまして、セリーグ杯とパリーグ杯。開催されるのが4月の9日日曜日15時より開催されます。全国大会の内容の変更はなく、いつも通り、報酬で確率 30% 契約書、特訓コーチでレート制になっていまして、ランキング順位に応じて S ランク契約書、イベント限定オリジナルリボンなどを獲得できる。内容の変更はありません。レギュレーションが追加されまして、セリーグ杯とパリーグ杯。今からね、そのオーダーとか、作ってもらいまして、開催されるのが4月の9日なので、それまでにね、オーダーの方を完成させていってください。2月の16日に3つの更新情報が来たので、それについて話していきました。最後に S ランクファイナルミキサーの予告が来たので、今週やってほしいことがあります。それが、覚醒の選手を S ランクに覚醒させて、俺の球場飯などで育成していってください。こちら、選手、上級機能で覚醒させることができるんですけれども、自分の場合、熊谷選手5人持っています。この熊谷選手を S ランクに覚醒させて、レベルマックスにすれば、本当であれば自チームミキサー、5名使うところを1名で自チームミキサーすることができるので、今後ね、熊谷選手は自分は育成していこうかなと思います。覚醒の選手はね、こういった使い方をできるので、今週覚醒の選手を持っているんであれば S ランクに覚醒させて、レベルをね、上げていってもらえればなと思います。で、特訓に関してはもしかしたら明日2月の17日、あとは最強決定戦が終了した後に、特訓 1.5 倍が来る可能性があるので、特訓に関しては絶対にやらないでください。今週はやらない方がいいかな。特訓 1.5 倍が4ヶ月間更新されていないので、そろそろ来ると思います。前回ね、育成キャンペーンはコイン半減が来たので、次回来るんであれば特訓 1.5 倍。レベルは上げてもらっていいんですけれども、特訓は絶対にしないでください。1.5 倍までね、待っていってもらえればなと思います。動画の最後はこちら、S ラン確率 10% 契約書、バレンタインプレゼントね、もらえなかったギリチョコ、10% 確率契約書を引いていこうかなと思います。前回ね、バレンタインプレゼント、自チーム S ラン契約書だったんですけれども、今回はね、マンスリー間、10% 当たった。実はこれ本命かもしれない。投資くんの。マジか。当たるとは思わなかった。10% 引きました。ボイワキ選手、最後か。いいね、調子くん。最後、誰当たるのか。欲しい選手は阪神の選手か、あとは藤井耕也選手。来てくれれば嬉しい。誰が来る？近藤選手。近藤選手、あれ、持ってなかった？ラビットボール。特殊玉持ってたよね。近藤選手ね、確か A ランク、いや、最近溶かしたな。使ってみたいな、ラビットボール。中継ぎ枠はね、何人いてもいいんで、特殊能力は？あ、タイピン持ってる。キレも持ってる。これちょっと気になるね、近藤選手。ストレートも154の A でしょ？いや、使ってみたい。今回の動画は2月の16日に更新情報が来たので、それについての話。で、今週ね、やるべきことについて話していきました。最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録者ね、5万人目指して投稿しているので、チャンネル登録と、ぜひともね、通知と、ファイナルミキサーがね、楽しみだよという方は、ぜひとも高評価の方もよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。